武部ベ・タ3月6日は、日本の海軍軍人で、海軍航空創装機の搭乗員。第一次世界大戦において、日本海軍機の初出撃を行った5名のうちの一人で、ある。後試験飛行中に殉職。最終階級は、海軍隊員。ファルマン水上機鳥取県東白軍山徳村にて、武部正面高子夫妻の次男として生まれる。 1893年4月1日、山徳村立課内神常小学校3、特分教場に入学。1897年3月に卒業し、補修会進み、1899年に、河南高等小学校へ入学。1901年3月卒業後、同年4月5日、鳥取県立第一中学校へ入学し、1906年3月に、 抜群の成績で卒業する。卒業後、海軍兵学校の試験を受け、同年9月1日開閉37期生として入校する。井上成美、小沢寺三郎、草加寺一らが同期生である。37期の入校試験は3200名以上の志願者を集め、合格者は180名である。竹部は赤字115番で入校し、 卒業時は179名中59番であった。竹部は新聞報道される欧米の航空情報を書き留めておくなど、海兵在庫中から航空に関心を抱いていた。卒業後の遠洋航海では、鈴木肝太郎が艦長を務める宗谷乗組として遠洋航海に参加。タスマニアで登山を行った際、竹部は山頂から練習館、麻生、宗谷を眺め、 飛行機で偵察すればよく見える。日露戦争の時飛行機があれば、旅順であんな苦労をしなくて済んだと語っていたという。この時周囲の者はあまり賛意を示さなかったが、この場にいたのが後に、機動部隊海の親となる小沢であり、ラバウル航空船を戦った、草加である。偵察目標となった、 エムデン1912年10月に、井上文雄・足立東・ずまサブローラ4名の操縦練習将校1期生の登場引用制が始まり、11月には、フランス、アメリカから帰国した金子洋蔵、河野3基地の海軍初飛行が行われた。竹部は操縦練習将校3期生となり、操縦技術を習得した。海兵の同期生である E クラテ映像、 馬子式七も三期生である。1914年、第一次世界大戦が勃発し、日本海軍は、陳太を攻略戦に、航空部隊の投入を決定した。部隊は、航空規模艦、若宮に乗り組み出陣。9月5日、竹部は、操縦員、和田秀穂、偵察員、金子洋蔵と共に、ファルマン水蒸気に登場して出撃した。竹部の担当は爆撃で、 爆撃目標は砲台である。当時の爆撃は、機体から吊るした爆弾をナイフで切って落とすというものであったが、爆撃を実施している。竹ベラは、ドイツ軍守備隊からの迎撃で機体に、機銃弾を被弾しながら帰還した。この日は、藤瀬正る、大崎共振機も出撃。日本海軍航空部隊の初出撃は、両機の偵察により、焦点となっていた。 エムデンの賃貸を不在を確認した。この若宮航空部隊は2月間で49回の出撃を実施したが、戦死者はなく、また航空事故もなかった。賃貸攻略戦の海軍部隊総指揮官であった加藤貞吉は航空部隊に対し感情を授与した。海軍中央部は航空部隊の有用性を認め、以後拡充が図られていく。 1915年3月、竹部は横須賀海軍交渉で製作されたファルマン水蒸気の試験飛行に同乗した。しかし低空で突風を受けたことが原因で蒸気が垂直になったまま海面に突入し巡植。階級は中位であったが、大意に進級措置が取られている。総重位に足立東三郎大尉、同乗の柳瀬久之城一等水平、そして タケベは海軍航空会において最初の搭乗員であった相原史郎に就く巡職者である。海軍航空は1921年までに86名の士官搭乗員を要請し、巡職者は18名を数える。1922年、海軍航空要覧の地と言われる霞ヶ浦海軍航空隊が設置された。同地には、 海軍航空巡職者を祀る霞ヶ浦神社が創建され、海軍航空隊団結の中心となった。海軍兵学校物語では2971名、鎮下を要塞の砲台を破壊するため、ある注意や爆弾を大量に積んだ状態での体当たり攻撃を進言している。海軍隊安達東三郎外一名特使女医の県航空遭難。ありがとうございます。